どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前動画にした60センチクリプトコリネオンリー水槽立ち上げ計画のことは覚えていますでしょうか。あまりやる人がいない感じのコンセプトということで、水草を揃えている現在も一体どんな風になるのかは予想もつきません。前回まではチャームで組織培養のクリプトコリネを大量購入し、ペットバルーンでもポット入りのクリプトコリネを手当たり次第に購入していきました。陰性水草ってなんかコレクションしたくなっちゃうんですよね。特に今回はクリプトコリネオンリー水槽ということで、入れられる種類は全部入れたいくらいの勢いで買っちゃいました。コレクション性の高い水草の代表的なものといえばブセファランドラですが、陰性水草全般が収集癖のある人間には刺さりますね。というわけで今回はついに水槽立ち上げ始動ということで、まさかの大量のクリプトコリネ追加とレイアウトの基盤となる流木をかっこいいものにするために奮闘しますので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速やっていくんですが、まずはクリプトコリネを追加したのでお見せしていきます。また増やしたのと思われるかもしれませんが、抑えることができませんでした。今回もいつもお世話になっているショップでいろんな組織培養カップを買いました。まず最初はこちら、ヒドロコティレミニ、価格は1078円。初っ端からクリプトコリネじゃなくて申し訳ないんですが、こちらはよくあるクローバーみたいな形をした水草ですね。オーストラリアンクローバーとかいろんな種類があって、個人的にすごくややこしいなと思ってる水草ですが、これで茂みを作るのも結構綺麗です。続いてはこちら、ホゴステモンヘルフェリー、価格は1078円。こちらはロゼット型の水草で、特徴的なウェーブがかった葉がとても美しい水草です。こちらも初挑戦ということで、何かしらのレイアウトに使えればと思っています。続いてはこちら、アラグアイアレッドシャープリーフハイグロ、価格は1078円。こちらはちょっと赤みがかった中継草によく使われる水草です。これも初挑戦なので楽しみなんですが、どんな風に育つかが未知数すぎて、レイアウトに使えるかどうか心配だったりします。続いてはこちら、グロセルピナカパルストリス、価格は1078円。こちらは以前一度だけ腐りかけのものを購入して増やそうとしたんですが、どうしても復活させることができなかったので、新鮮なものを選んで再チャレンジです。細葉が特徴的な有形草で、成長速度もそこまで速くなく、扱いやすい水草だと聞いています。これも初挑戦です。続いてはこちら、コブラグラスブラジリエンシス、価格は1078円。こちらは以前動画にした初売り動画でも購入していた水草ですね。実は初売り前に買ってたんですが、動画で登場するのは今回が2回目です。結構縦に伸びると噂ですが、自分は前傾草で使いたいなと思っています。続いてはこちら、アヌビアスナナプチ、価格は2156円。こちらは言わずと知れたアヌビアスの小型種ですね。ポットではめちゃくちゃ買っていたんですが、組織培養は初めてということで買ってみました。見てもらったらわかる通り、カップの中にみっちり入ってるんで、価格は2000円台とお高めですが、お得感があります。続いてはこちら、ラゲナンドラミーボルティグリーン、価格は1496円。こちらは最近よく見かけるラゲナンドラという種類の水草で、気になってたので購入。このグリーン以外にもレッドが ADA の組織培養でありましたが、そちらはまだ購入したことがないです。機会があればそっちも買いたいですね。続いてはこちら、クリプトコリネ芝田サニー、価格は1496円。ようやく本命のクリプトコリネということで、こちらは超後継層向きのクリプトです。テープ状の細長い葉は長さ1メートル以上にもなるようで、どのサイズの水槽に入れても水面に到達することは間違いなしです。ただ成長が早い方ではないので、そこまで圧迫感はなく、
水流にたなびく姿はクリプトらしからぬ清涼感がありそうですね。この芝田サニーに関してはなかなかお目にかかることができなかったので、若干状態がよろしくなかったですが目をつむって購入。無事に成長してくれるといいですけど。続いてはこちら、クリプトコリネアクセルロディ。価格は1210円。クリプトは地味に他の組織培養より高いですね。さすが陰性水草といったところ。こちらはアクセルロディという名前ですが、以前暴走しまくってクリプトに苦手意識を持つきっかけになったクリプトコリネウンデラータスレッドと同じ種類かもしれないと聞きました。まあ前回のウンデラータスレッドも同じ組織培養ではありましたが、トロピカ社のものだったので、今回のアクセルロディは若干違うかもしれませんね。あまり暴走しないことを祈ります。ちなみに状態は結構悪いです。すでに溶けてる葉もあるので丁寧に取り除いてから植栽しないといけないですね。続いてはこちら、クリプトコリネルーケンス。価格は1210円。こちらはクリプトの中でも小型で有名な種類です。細長く緑色の葉が特徴的で、主張しまくるクリプトの中では控えめな印象を受けます。結構使いやすい種類だと思うので、通常のレイアウトでもポイントで植栽するのもいいかもしれませんね。貴重な中継層になりうる水草です。続いてはこちら、クリプトコリネパルバ。価格は1210円。こちらはクリプトコリネの中でも最小の種類で、先ほどお見せしたルーケンスよりももう一回り小さいです。クリプトコリネの中でまさかの前景層として活躍できる選ばれし者なので、今回のクリプトコリネオンリー水槽では欠かせない存在になります。ただ成長がクソ遅く、株が増えるのも遅いので、これで茂みを作りたい場合はお金を湯水のように使ってガンガン植栽しないといけないです。今回は日よって1カップのみです。続いてはこちら、クリプトコリネウェンティーグリーン月光。価格は1210円。月光と聞くと月光仮面がカエルの2択を思い浮かべるかと思いますが、自分は後者です。こちらは明るい緑色の葉が特徴的で、葉の長さも15センチくらいと中継層に使えるクリプトです。個人的には結構好きな種類で、これをうまく育てられればいいなと思ってます。というわけで、すべてがクリプトコリネではありませんが、総勢1万5000円分の組織培養水草を爆買いしてきました。こんな具合で使ったことのない組織培養をガンガン買っていくから、最近流通しているものに関しては持ってないものの方が少なくなってきました。もっといろんな水草が組織培養になることを切に願います。そんな感じで、前回もめちゃくちゃ買いまくってたのにもかかわらずおかわりクリプトをしたことで、素材に関しては万全の体制が整いました。続いてはレイアウトの根幹となる流木なんですが、実はレイアウトする前にレイアウトのシミュレーションができるサイトでイメージを固めていました。ただなぜかシミュレーションした画像がなくお見せできないのが残念です。今回はクリプトコリネを植栽するのがメインとなるので、あまり複雑なレイアウトにはせず、ど真ん中にかっこいい流木をドンと置いて植栽スペースを広めに取りたいと考えています。ただシミュレーションで置いたようなかっこいい流木なんて現実で自分が持ってるはずもなく途方に暮れていたんですが、なければ作ればいいじゃないかということで、ホームセンターで買ってずっと押し入れにしまわれていた流木を組み合わせて、かっちょいい一つの流木に仕立て上げていきたいと思います。というわけで、いつもの上畑の液状接着剤と補助剤を使いました。作業風景はなぜか撮ってなかったので完成品がこちら。2つの流木を組み合わせたんですが、結構かっこよくないですか。正直補助材が見えてるのは不格好ですが、こんなの後からどうとでもなるんで気にしないです。ホームセンターで売ってた弱々流木が強々流木になるのは清々しい気持ちになりますね。ちなみにまだ接着が足りないと思ったのか、追加で補助材を取り付けていくようです。こんな感じで一つ丸々使うのはもったいないので、箇所に合わせてだいたい3分の1くらいにちぎって使ってます。液状接着剤の方はノズルが長くしなやかなので、
こういった中の方の場所も容易に流し込むことができます。奥はいくら追加してもバレないということでガンガン入れていってますね。こんな感じで煙が出たら接着完了。ただこれだけの作業で強固に接着できるんだから便利ですよね。次々に接着してますが、これほどまでにつけないといけないのかは謎。自分は補助材ケチって外れまくった過去があるので嫌というほどつけてます。たまにコメントで接着剤取って再利用できるのか聞かれるんですが、一応取ることは可能です。ただ補助材がくっついたままの可能性もあるので、そこは覚悟しておきましょう。大体は問題ありません。というわけでいかがだったでしょうか。嫌というほどクリプトコリネを買って流木もかっこよくしたので、これで準備が整いました。次回はついに立ち上げ作業編ということで乞うご期待。そんな感じでこの水槽の抑制が気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。 Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。